クイズ。明治維新の裏で支えた先生とは、吉田松陰ではありません。あなたは誰を思い浮かべましたか？あの維新の魂の教育者であった吉田松陰でないなら、不潔退場で江戸を戦火から守った勝海舟、新政府軍のカリスマ的リーダー西郷隆盛、近代日本経済の父である渋沢栄一などの名前を挙げたかもしれません。しかし、明治期に日銀トップとなり、その後、総理大臣も務めた高橋取清の辞典によると、明治維新の傑物たちがこぞって相談していたのは、あの吉田松陰ではなく、別の男だったようです。そして驚くべきことに、これを裏付けるかのような、この男と維新の大物たちとの写真が見つかっています。その写真はこちらです。彼はこの写真の中央に座っていますが、その周りに写っているのは、幕府側の中心、勝海舟たちや、倒幕側の中心、西郷隆盛、桂小五郎など、敵対しているはずの男たちが一堂に集まったこの写真からは、この先生の影響力の強さが垣間見えてきます。これほどまでに明治維新に影響を与えた先生が、日本の教科書では名前すら出てこないのは一体なぜなのでしょう。